いやーいろいろあったなーと思って、なんか団長さ前にてかまあ部屋とかもねちょっといろいろと、まあ、変えたりしてさ、ちょっとまあそう思ってる人はいないと思うんだけど、そうなんかまあなんていうんだろう、口にあんまりねそう出さないけど、なんか前もこれちょっとうまくさちょっと伝わってるかわかんないから、そうこれ伝えたいことがあるの。そう伝えたいことがある。まあこんな朝活で言うことじゃないかもしれんけど、団長今でもその子のこと大好きだよ。そうそう、ただなんかその部屋を変えたりしたりしたのはやっぱ団長もやっぱホロライブに所属しとるやっぱ一タレントとして、その部屋はねいろいろとそのやっぱ変えなきゃいけなかったんよな。そう団長そう変えなきゃいけなかったんだけどずっと変えてなくて、そう1個ねぬいぐるみがあったと思うんだけど、そうぬいぐるみねずっと残してたのもで、普通だったらさもうすぐ変えれるじゃんか。でも変えなかったのもいろいろ思うことがあり残してたんだけど、ただまあちょっとなんか今年に入っていろいろさ男女も案件とかもね、まあ、今後あったりもした時にやっぱ部屋とかも使ったりするからってなった時に、やっぱりその団長のその気持ちだけで残すのはちょっと良くないみたいな感じにそうちょっとやっぱなりましてね。あ今日の背景は違うんだけど、だからそのなんかある日をそう境にちょっと移行していきましょうってなって、だからなんか本当に勘違いしてほしくないんだよな。で前も言ったけど特別ねなんか名前とか出したりとかそう配信で出したりとかはしないけど、それしないのはやっぱ4人でさやっぱ再スタートというかやっぱり前向いていかないといけないから、だからね名前出さないだけで全然思い出としては忘れないし、これからもずっと覚えてるよ。そうやっぱ新規のリスナーさんとかもいるからね、そう新規のリスナーさんとかもいるから、そうなかなか話しづらいんだけど、だからみんなも忘れなくていいんだよ。そう忘れなくていいの、思い出は。そうだから幸せでいてほしいって思っておりますわな。今何しとるかわからんけれど、うん、はい。なんか話が重くなっちゃった。でもでも言いたかでもなんか勘違いされて嫌だからちょっと言っちゃったわ。そうなんか今まあ言わんでもいいかと思ってそうここまで来たけど、まあでも団長背景変えたのも、まあ、結局急だったし、まあ、急って、まあ、結構動いてたんだけどね。そういえば3期生ってなんでホロライブファンタジーって言うんだろう。わからん。それは団長もわかんない。なんか団長がホロライブに3期生として入った時にはもうホロライブファンタジーだった。なんならホロライブそう3期生でその3期生募集中みたいな時にもうホロライブファンタジーって書いてた。そうコスプレ海賊はファンタジーなのか。そうなんだよね。まあ見た目ファンタジーみたいな